それでは超バカゲーことせがれいじりのパート2をプレイしていきたいと思います。それではスタート。それでは若干ちょっと違うところありますけど、実はね前回セーブし忘れちゃって、なるべくね似たようにしたんですけど結構違いますが、まあ気にしないでやっていきましょう。さあとりあえずいろいろね開けていきましょうか。ロボット、これに名前をつけよう。作文、スーパー花子太郎。花子は気になる。ドキドキ、花子ドキドキ。ロボ3 Z Z 行ってみよう。どんなの？え、これ花子なの？違う。え、ガスケツでドキドキ、意味がわからんわ。ケツから出すのね。名前をつけよう。次はじゃあちょっとロボットっぽくスーパードキドキ、なんだロボ、ベタにロボでいく。どんなの来る？ほう、かっこいい。雲ないか、キモ。ドキドキって感じ。当てるまでやんないといけないのね。太郎、太郎行ってみるか。太郎ドキドキ3。太郎ドキドキ、どんなの？プルってるプルってる。からのおどき、そういうこと？意味がわからん。電話、苦しい。あ、開いた。あ、正解だったの。電話が地面に生まれた。おお、来ました。これが正解だったのか何なのか。何この温泉のマークは。さあ行きましょう。意味がわからない。何をもってクリアなのかよくわからないゲームですけど、知って、ここら辺だったっけ。あ、これか、電話あった。あら、初めまして。初めてね。キリンの首がかなり伸びたけど、カラスが鳴いてるからお家に帰ってきなさい。え、どういうこと？あ、何、達成したから帰ってこいってこと？何これ、カラスなんかつけてるけど、何つけてんの？お家に一旦帰れってことね。ただいま。せがれ、頑張ったわね。乗り物をあげましょう。乗り物を楽しみ。へ、そっから出すの、キモ。滑り台、ちっちゃくね。だからやたら首がプルってるんだけど、滑って降りて飛んでそこに着地。乗れなくね。お水をあげなさい。お水を、じょうろ。大きくなった。最初から大きくてよくね。めっちゃタメ口だけど、こんなんかやだわ。あ、いろいろ、あ、行けるようになったってことね。さあ行きましょう。行ってらっしゃい。ちょっとさっきの電話のとこ気になるけど、電話のとこ行きましょう。こうやって進めていくとよくわからないけど、イベントが起きて進んでいくってことね。もしもし、まだ？ん？なんか来た。そば？え、終わり？今ので。今ので終わり？なんじゃこりゃ。じゃあちょっと違うとこ行ってみましょうか。どこ行けんだ？新しいとこ開かないと。あ、上行ける。あ、ここ行けるようになってる。こっちは？ちょっとまだ何もないのか。牛来たー！あ、こういうところ、新しい地形のところだと、こうやって牛を使わないといけないってことね。あ、でもまだこっちは行けないのか。確か下の方にできてたよな。そっち行くか。この曲何？あ、ここっぽいな。これさっき開けたところだ。あら、初めて。あ、またキリンが大きくなった。誰だろう。アラジンとアパッチとセバスチャンと。アラジン行ってみたいな。
49人の反則行ってみよう。アラジンと49人の反則。うん。アラジンぶっさ。忍じゃねえじゃん、うんこじゃねえかよ。あ、そういうことね。反則イコールうんこってことね。下ネタに頼りすぎだろ。あ、しかも空いたし。出たー。ここからってことね。おー、面白い。もう一回これも開いてみよう。次は、セバスチャンと49歳の満足。なんか満足って。セバスチャンと49歳の満足。なんかやらしそう。うん、宝箱。顔が、ははは。49歳じゃねえだろ、これ。60近いだろ。来年50だよ。また、あなたですか。また明日来るよ。来なくていいわ。あ、ここでまた新しいのを開いた。おぉ。なんじゃこりゃ。もうちょっと、もうちょっといろいろ試さないといけないのね。じゃあこういうとこもやってみるか。女の子、また前回やったやつの、前回はあからいったから、次はむけむけみ。そんな名前嫌だな。それ言ったんだろ。性別どっち、むけた。その瞬間、あっちでは、おお、あ、来た来た来た、出たー、ここにできたんだ。おお、行こう行こう。もう意味がわからない。何をもって正解なのかがよくわからない。あら、来た、初めまして。これでキリンが大きくなるのね。餌 A を巻いてみた。え、これでどうなったの、それだけ。何？何なの？とりあえずまだ触れるところ触ってみよう。電話はもう動かないね。あ、この紹介、もう行こう。教えて、九段、ハエ、友達。九段ってあれだよね、牛のやつだよね。おう、友達からの、うん、友達、縁切った。なんじゃこりゃ。もう一回行こう。やっぱうんこが気になるな。うんこ、前回は断面図だったから、うんこの友達、うんこに友達なんているの。何して遊ぶ、かけっこしよう。ゴー。あ、踏んじゃった、踏んづけちゃった。ひどい、やだ、気持ち悪い。次はお荷物、持ち上げてちょうだい。次、前は背で、じゃあほか、ほだったから、お、オラ、オラの、オラの、うん。違和感なくいるけど、みんなひどいよね。うん、オラの、誰の、あ、なんか来た、アリが来た。これオラのって言ってんの、なんでもあり、意味わからんわ。どういうこと。次ここ行こう、女の子。い、伊豆、泉、泉、普通の名前だよね。泉から、またこいつ。え、沈んでったの、なにこれ、意味がわからんわ。誰だよ今のうんこ座りのやつは。もう一回ここ、知らない人、誰だろう。次、アパッチと49人の民族。ア
ンパッチと49人の民族。行ってみよう。積んだな、ずいぶん積んだな。その姿勢は崩さないのね。バランスいいな。え、近づくのこいつが。倒れて、あ、潰されたの。なんじゃこりゃ。あ、でも行けるようになった。せがれラリーが空に生まれた。でもあそこ行けるか。あ、もう帰ってこいってことか。さあ帰ろ帰ろ。ここでいいっすか。はい、ただいま。ある程度やるとね、こうなるのね。夕暮れ、うん、ペンギン、あ、次行くとペンギンがもらえるようになるってことね。飛び物よ、飛び物、空を飛ぶ。あ、じゃあさっきのところはペンギンがないといけないのね。うん、さあまずは今回も進んだのか進んでないのかよくわからないゲームでしたが、とりあえずいろいろね、乗り物も手に入れましたし、できました。それではまた見てください。パート3あるかな？ないかな？